追悼。2023年に亡くなった芸能人、有名人、著名人58名まとめ。2023年は様々な分野の有名な方々がこの世を去りました。若くして亡くなった方々や老衰で亡くなった方々、それぞれの方々の死因や略歴に触れながら、2023年に亡くなった芸能人、有名人、著名人58人の方々をご紹介します。高橋幸宏、ミュージシャン、享年70歳。高橋幸宏さんは世界的に人気を集めた音楽グループイエローマジックオーケストラのドラマーを務めていました。2020年の夏に万脳腫瘍が判明し、入退院を繰り返しながらリハビリを続けていましたが、2023年1月11日、脳腫瘍により併発した誤嚥性肺炎のため70歳で亡くなりました。向井正夫アナウンサー、享年59歳。向井正夫さんは神奈川県出身の TBS アナウンサーで、人気番組 N スタや報道特集などで活躍していました。2019年11月、向井さんはアコシタ腺がんと診断され、手術や闘病を行っていましたが、2023年1月23日に東京都内の病院でがんのために亡くなりました。高井美希アナウンサー、享年55歳。高井美希さんは兵庫県出身の毎日放送の人気アナウンサーで、チチンプイプイ、十人十色などの番組を担当していました。2023年1月25日、高井さんは55歳で亡くなりましたが、詳しい死因は公表されていませんでした。鮎川誠、ミュージシャン、享年74歳。鮎川誠さんは人気ロックバンドシーナ&ロケッツで、妻の椎名さんと共に有名ドリームなどの楽曲で人気を集めました。昨年5月に膵臓がんが発覚し、医者から余命5ヶ月ほどという宣告を受けていましたが、2023年1月29日に膵臓がんのため74歳で亡くなりました。さすが貴子、声優、享年87歳。さすが貴子さんは東京都出身の声優で、アニメサザエさんのタラちゃんの声を半世紀以上にわたって務めていました。2023年2月5日、さすが貴子さんは突然の死を遂げました。病気や怪我はしておらず、既往歴もなかったということです。松本零士、漫画家、享年85歳。松本零士さんは福岡県久留米市出身の漫画家で、 SF 作品宇宙戦艦ヤマトや銀河鉄道999で知られていました。2001年に紫綬褒章、2010年には旭日小綬章を受章し、フランス芸術文化勲章も受章していました。2023年2月13日、松本さんは急性心不全のため亡くなりました。常岡明、ミュージシャン、享年51歳。常岡明さんは横山健さん、難波明宏さんと共にメロコアブームを牽引したロックバンドハイ・スタンダードを結成し、ドラムとして活躍しました。死因は公表されていませんが、急死と報じられ、51歳という若さで亡くなりました。豊田章一郎、トヨタ自動車名誉会長、元経団連会長、享年97歳。豊田章一郎さんは愛知県出身のトヨタ自動車名誉会長で、元経団連会長でもありました。トヨタ創業者の豊田喜一郎さんの長男として、トヨタ自動織機に入社し、1994年から1998年まで経団連会長を務め、2005年の愛知万博では博覧会協会の会長も務めました。2023年2月14日、豊田さんは心不全のため亡くなりました。笑福亭笑瓶、落語家、享年66歳。笑福亭笑瓶さんは大阪府大阪市出身の落語家で、鶴瓶さんに弟子入りしました。関西で突然ガバチョ、ヤングタウン土曜日などの番組に出演し人気を集めましたが、2023年2月21日笑福亭笑瓶さんは自宅で倒れ、22日に急性大動脈解離で亡くなりました。菅原初代、大食いタレント、享年59歳。菅原初代さんは大食いタレントとして魔女菅原の異名を持ち、大食い競技番組元祖大食い王決定戦では3連覇を成し遂げ、バラエティ番組などで活躍をしました。昨年6月にステージ4の大腸がんが見つかり闘病しましたが、2023年3月9日に亡くなりました。大川隆法、宗教家、享年66歳。大川隆法さんは徳島県出身の宗教家で、宗教法人幸福の科学の総裁でした。
商社勤務を経て1986年に教団を創設し、2009年に政治団体幸福実現党を設立し、政治活動も行っていました。2023年2月28日、大川さんは自宅で倒れ、緊急搬送されましたが3月2日に亡くなりました。陳健一、料理人、享年67歳。陳健一さんはバラエティ番組料理の鉄人で中華の鉄人として親しまれ、四川飯店グループの取締役会長も務められていました。数年前から癌を患っていましたが、2023年3月11日に間質性肺炎のため東京都内の病院で亡くなりました。大江健三郎、作家、享年88歳。大江健三郎さんは愛媛県北郡大瀬村出身の作家で、ノーベル文学賞作家です。23歳で芥川賞を受賞し、核問題や憲法についても積極的に発言していました。2023年3月3日、大江さんは老衰のため亡くなりました。扇千景、元女優、政治家、享年89歳。扇千景さんは兵庫県神戸市出身の女優で、女性初の参院議長や大国土交通省を務めました。政界に入る前は宝塚歌劇団の出身で、女優としても活躍していました。2023年3月9日、扇さんは食道移設後部がんのため東京都内の病院で亡くなりました。坂本龍一、音楽家、享年71歳。坂本龍一さんは音楽グループ YMO のメンバーとして活躍し、ラストエンペラーの音楽で日本人初となるアカデミー賞作曲賞を受賞。戦場のメリークリスマスなどで国際的にも高く評価され、世界の坂本と称されました。2021年1月に直腸がんを公表し、闘病しながら活動を続けていましたが、2023年3月28日に71歳で亡くなりました。津山敏子、女優、享年69歳。津山敏子さんは東京都出身の女優で、少女雑誌モデルとして活動した後、映画やドラマに出演しました。 NHK 大河ドラマ春日の局や日本テレビお控え遊ばせなどに出演し、清純派女優として活躍しました。2023年3月12日、津山さんはマレーシアの病院で心臓発作のため亡くなりました。藤井直信、バレーボール選手、享年31歳。藤井直信さんは宮城県出身のバレーボール男子の日本代表選手でした。2021年の東京オリンピックにも出場しましたが、2022年に胃がんのステージ4であることが公表され、闘病生活を送っていました。2023年3月12日、藤井さんは31歳で亡くなりました。段次郎、俳優、享年74歳。段次郎さんは京都府京都市出身の俳優で、帰ってきたウルトラマンなどの作品で知られていました。舞台を中心に活躍し、黒柳徹子さんと共演するなどしました。2023年3月22日、段次郎さんは肺がんのため亡くなりました。奈良岡智子、舞台女優、享年93歳。奈良岡智子さんは東京都出身の舞台女優で、日本を代表する女優の一人でした。 NHK 連続テレビ小説おしんや大河ドラマ篤姫ではナレーションを担当しました。2023年3月23日、奈良岡さんは東京都内の病院で肺炎のため亡くなりました。畑正則、作家、享年87歳。畑正則さんは福岡県福岡市出身の作家で、ムツゴロウさんとして親しまれていました。多くの動物に関する文学作品を世に出し、テレビ番組ムツゴロウ王国でも人気を集めていました。2023年4月5日、畑さんは心筋梗塞のため亡くなりました。市川左團次、歌舞伎俳優、享年82歳。市川左團次さんは東京都出身の歌舞伎俳優で、1979年に4代目左團次を襲名し、バラエティ番組やテレビドラマでも活躍しました。2023年4月15日、市川左團次さんは肺がんのため亡くなりました。市川段四郎、歌舞伎俳優、享年76歳。市川段四郎さんは三代目市川段四郎の次男として1946年に生まれ、1969年に4代目として段四郎を襲名されました。市川猿翁さんは段四郎さんの兄にあたり、市川猿之助さんは段四郎さんの長男。2023年5月18日に市川猿之助さんの自宅で市川段四郎さん夫妻が倒れているのが発見され、死亡が確認されました。上岡龍太郎、元タレント、
享年81歳、テレビ番組の司会などで活躍された上岡龍太郎さん、横山ノックさんと漫才トリオを結成し、横山パンチの名前でデビュー。横山ノックさんの政界転出に伴い漫才トリオは解散し、芸名を上岡龍太郎に変更してからは探偵ナイトスクープなど多くの高視聴率番組に出演されました。2000年に芸能界を引退されてからは表舞台からは遠ざかっていました。2023年5月19日に肺がんと間質性肺炎で亡くなりました。片瀬瑞稀、グラビアアイドル、享年26歳。片瀬瑞稀さんはグラビアアイドルとして活躍する傍ら、横浜国立大学理工学部卒業ということで才色兼備だということも話題になっていました。2022年11月に体調不良で2週間休まれていましたが、その後に復帰され、今年の5月に芸能活動10周年を迎えられるということで精力的に活動されていました。亡くなられた2023年5月21日も WBC の野球日本代表の試合に反応して X に、わあさよならだ、いったーとつぶやかれていました。そして2023年5月21日に亡くなられましたが、詳しい死因は公表されておりません。26歳でした。須藤理恵、お笑い芸人、享年45歳。吉本興業に所属し、大阪で漫才コンビ青空として活躍されていた須藤理恵さん、芸人仲間からもスー姉さんと親しまれ、後輩芸人を指導する教育係も務めるなど、芸人だけでなく吉本社員やお笑いファンから信頼される存在でしたが、2023年5月22日に亡くなりました。死因は公表されていません。45歳でした。中島貞夫、映画監督、享年88歳。ヤクザグレンタイや極道の妻たちなど任侠映画を手掛けたことで知られる中島貞夫さんは、大阪芸術大学などで教鞭も取るなど映画界の後進育成にも尽力されました。肺炎のため京都市内の病院で2023年6月11日に亡くなりました。佐藤仁、俳優、享年48歳。 NHK 連続テレビ小説トト姉ちゃんや映画容疑者 X の検診等に出演されていた佐藤仁さん、2023年6月12日推定に持病の悪化のためお亡くなりになりました。どのような持病をお持ちであったかは明らかにされていません。48歳でした。北別府学、元野球選手、享年65歳。プロ野球の広島東洋カープでエースとして活躍され、選手を引退後は野球解説者として人気を博した北別府学さん、2020年1月に血液がんの成人 T 細胞白血病を公表し闘病していましたが、2022年6月に敗血症を発症、2023年6月16日に広島市内の病院で亡くなりました。坂見誠二、ダンサー、享年65歳。映画や舞台、キンキキッズ、キスマイフット2、カトゥーンなどアーティストたちの振り付けを行うなど、ダンス界の多方面で活躍され、ダンスの神様と呼ばれました。2015年に膀胱がんと診断されてからは闘病されながら、新たにダンススタジオを開業されるなど積極的に活動されていましたが、2023年6月16日に亡くなりました。夏真由美、振付師、享年61歳。モーニング娘や AKB48 などを育てた夏真由美さん、1998年の長野五輪閉会式では振り付けを考案、指揮もされました。7年前にがんが発覚し闘病を続けられ、一旦は寛解されたものの、2年前に再発が判明していました。2023年6月21日に亡くなりました。リューチェル、タレント、享年27歳。リューチェルさんは原宿のショップ店員として働く傍ら、芸能活動を開始され、2016年12月にはタレントのペコさんと結婚、2018年7月には第一子となる男児が誕生しました。2022年8月には夫であることに辛さを感じるようになられ、ペコさんと離婚はされるものの、新しい家族の形を築いていかれていました。2023年7月12日に東京都渋谷区の所属事務所で死亡している状態で発見されました。横田慎太郎、元野球選手、享年28歳。元プロ野球、阪神の選手でかねてから脳腫瘍の闘病をされていた横田慎太郎さん、父親の横田正幸さんも元プロ野球選手です。2017年に脳腫瘍と診断され闘病され、一旦は復帰されましたが、ボールが見えにくいなどの理由で2019年に現役選手から引退をされました。
2020年7月には脊髄に腫瘍が見つかり、治療を経て腫瘍はなくなりましたが、2022年3月に腫瘍の再発が判明し、2023年7月18日に神戸市内の病院で亡くなりました。28歳でした。鈴鹿恵子、女優、享年67歳。1976年の NHK 連続テレビ小説火の国にてヒロインを演じ、その後は舞台を中心に活躍されていました。2023年7月18日に東京都大田区内の自宅で病気のために亡くなりました。入江純、女優、享年53歳。女優としてさまざまな映画やドラマに出演され、声優としても多くの海外作品の吹き替えを担当されました。代表作は映画「今日から俺は」、いつかどこかで、やドラマ古畑任三郎シリーズでの出演があります。2023年8月6日に癌のため亡くなりました。桑原和夫、お笑い芸人、享年87歳。吉本新喜劇で和子ばあちゃんのキャラクターで人気を集めた桑原和夫さん、ごめんください。どなたですか？隣のカズちゃんです。お入りください。ありがとうの一人芝居が多くの人に長く愛されました。2023年8月10日に神戸市内の病院で老衰のため亡くなりました。5歳ひな、 YouTuber、 享年24歳。5歳ひなさんは2019年9月から YouTube に動画投稿を開始し、2020年12月には登録者50万人を超えるなど、美容クリエイターとしてとても人気がありました。2023年8月17日に亡くなりましたが、詳しい死因は公表されていません。24歳でした。金子克彦、アナウンサー、享年88歳。愛称猫さんでも親しまれ、サッカーを愛する皆さんご機嫌いかがでしょうかのセリフでおなじみのサッカー実況の草分け的存在だった金子克彦さん、2023年8月20日肺炎のため横浜市内の病院で亡くなりました。88歳でした。岡優太、お笑い芸人、享年61歳。吉本興業に所属し、ナンバグランド花月を中心に漫才コンビ岡健太、優太として活躍された岡健太さん、1997年に第32回上方漫才大賞奨励賞や、1999年に第34回上方漫才大賞大賞を受賞されました。2020年頃から体調を崩されていましたが、2023年8月22日に脳内出血で亡くなりました。福原義晴、資生堂名誉会長、享年92歳。資生堂の創業者である福原有信氏の孫で、資生堂の社長会長を歴任し、芸術文化活動を支援する文化人経営者としても知られていました。2023年8月30日に老衰のため亡くなりました。市川猿翁、歌舞伎俳優、享年83歳。三代目市川猿之助としてスーパー歌舞伎という新しいジャンルを作り上げるなど、歌舞伎界に新風を吹き込む、歌舞伎界の革命児と呼ばれました。俳優の香川照之さんは市川猿翁さんの長男にあたります。2023年9月13日に東京都内で不整脈のため亡くなりました。谷村新司、歌手、享年74歳。谷村新司さんは堀内孝雄さんらとアリスとしてデビュー、ソロとしてもスバルなどのヒット曲に恵まれ、日本を代表するフォークシンガーの一人として長年にわたって活躍してきました。2023年3月に腸炎での手術を行い療養を続けていたものの、2023年10月8日に亡くなりました。74歳でした。鶴橋康夫、映画監督、享年83歳。半世紀以上にわたりドラマ制作を手掛け映画監督も務められた鶴橋康夫さん、代表作には愛の流刑地、のみ取り侍などがあります。2005年に砦なき者で芸術選奨文部科学大臣賞、2013年には旭日小綬章受賞もされました。2023年10月9日に誤嚥性肺炎で亡くなりました。83歳でした。財津一郎、俳優、享年89歳。1964年に吉本新喜劇に加入され、厳しい、してちょうだいのギャグで人気者になられました。日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞されるなど、俳優としても活躍され、竹本ピアノの CM でお茶の間に親しまれました。2023年10月14日に慢性心不全のため89歳で亡くなりました。もんたよしのり、歌手、享年72歳。もんたよしのりさんは1980年4月にもんたブラザーズとしてシングル、
ダンシング・オールナイトでメジャーデビューし、独特のハスキーボイスで人気を集めました。コロナ禍では俺ら世代はまだまだ自分らしく輝けると自らを鼓舞し、アルバム制作に挑んでいましたが、2023年10月22日に大動脈解離のため72歳で亡くなりました。桜井敦司、ミュージシャン、享年57歳。桜井敦司さんはロックバンド爆竹のボーカルとして活躍しました。10月19日に神奈川県で行われていた公演中に体調不良となり公演を中断。直後に更新されたバンドのホームページでは、翌20日の公演の開催も見送りとすることが発表されていましたが、公演当日である10月19日に脳幹出血のため亡くなりました。57歳でした。水木夢子、アイドル、享年27歳。アイドルグループの元妄想キャリブレーションのメンバーだった水木夢子さん、2021年4月に体調不良を理由に出演予定だった舞台を降板されており、闘病中であったことが分かっていますが、どのような病気で亡くなられたのかは明らかになっていません。2023年10月17日に亡くなりました。27歳でした。犬塚弘、ミュージシャン、享年94歳。犬塚弘さんは1960年代に人気を集めたコミックバンドクレイジーキャッツのメンバーで、男はつらいよシリーズでは俳優としても活躍しました。死因は明らかになっていませんが、2023年10月27日までに亡くなったと報じられました。最後の存命メンバーだったため、クレイジーキャッツのメンバーは全員が亡くなったことになりました。ヒース、ミュージシャン、享年55歳。ヒースこと森江博さんは1992年に XJAPAN のバンド名変更とともにベーシストとして加入しました。1995年2月22日からは XJAPAN の活動と並行してソロ活動を開始しています。それ以降も第一線で活動を続けていたものの、2023年10月29日に大腸がんのため55歳で亡くなりました。大橋純子、歌手、享年73歳。大橋純子さんは1974年に歌手デビューし、77年にシンプルラブ大ヒット、1982年にはシルエットロマンスで日本レコード大賞の最優秀歌唱賞を受賞しました。今年3月に食道がんが再発し療養中でしたが、2023年11月9日に亡くなりました。73歳でした。朝潮太郎、元大相撲力士、享年67歳。大相撲の元大関朝潮で仙台高砂親方の朝潮太郎さんは、朝青龍や朝の山の育成にも尽力されました。現役時代から陽気なキャラクターで幅広い年代から人気を得ました。2023年11月2日に小腸がんのため67歳で亡くなりました。天野静雄、俳優、享年87歳。天野静雄さんは NHK のドラマ中学生日記で教師役を務められたほか、大河ドラマ太閤記などに出演され、テレビや舞台などで幅広く活躍しました。名古屋を拠点に活動し、アマチンの愛称でも親しまれていました。2023年11月5日に多臓器不全のために名古屋市内の病院で亡くなりました。細田博之、政治家、享年79歳。細田博之さんは旧通産省で勤務した後、平成2年の衆議院選挙で初当選し、官房長官や自民党の幹事長、総務会長などを歴任されました。体調不良のために衆議院議長を辞任したばかりだった。2023年11月10日に多臓器不全のために東京都内の病院で亡くなりました。79歳でした。菅、ミュージシャン、享年61歳。菅さんは1987年4月にテレビの中にてレコードデビューすると、1991年にリリースした愛はかつて200万枚を超える大ヒットを記録しました。第33回日本レコード大賞のポップスロック部門で大賞を受賞しています。2023年3月18日にがんが見つかったことを公表し、手術などを行いましたが、11月12日に亡くなりました。61歳でした。池田大作、宗教法人創価学会名誉会長、享年95歳。宗教法人創価学会名誉会長の池田大作さん、近年は公の場に姿を現すことがなかった池田大作さんですが、2023年11月15日に老衰のためお亡くなりになりました。95歳でした。イカワルネ、女優、享年31歳。スペイン系フィリピン人と日本人とのハーフで、近年は TBS 系バラエティ番組の水曜日のダウンタウンの犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、
めちゃしんどい説シリーズに出演されるなどして話題になっていました。かねてより体調不良で療養中だったとのことですが、死因は明らかになっていません。2023年11月18日にお亡くなりになりました。伊集院静香、作家、享年73歳。夏目雅子さんの元夫で人気作家の伊集院静香さんは、作詞家としては伊達あゆみ名義で活動され、近藤真彦さんの銀ギラ銀にさりげなくなどをヒットさせるなどされました。作家としても多くの作品を残され、吉川英治文学賞や司馬遼太郎賞も受賞され、2016年には紫綬褒章も受章されました。2023年10月にがんの診断を受け闘病されていましたが、2023年11月24日肝内胆管がんのため亡くなりました。千葉雄介、ミュージシャン、享年55歳。千葉雄介さんは1996年にザ・ミッシェルガン・エレファントのメンバーとしてシングル「世界の終わり」でメジャーデビュー、その後はザ・バースリーとして活動していました。昨年には映画ザ・ファースト・スラムダンクの主題歌に楽曲が起用され、新たなファンを獲得した矢先でしたが、2023年11月26日に食道がんのため亡くなりました。島崎敏郎、タレント、享年68歳。バラエティ番組俺たちひょうきん族等で活躍され、アダモちゃんのキャラで親しまれていた島崎敏郎さん、2023年12月6日に東京都内の自宅で倒れ、緊急搬送されましたが病院で死亡が確認されました。数日前から体調不良を訴えられており、死因は急性心不全で、享年68歳でした。いかがでしたか？2023年に亡くなった芸能人や著名人の一部をご紹介させていただきましたが、信じられないお別れも多い年でした。彼らの功績や人生に思いを馳せながら、彼らが築いた芸術や文化を胸に刻み、ご冥福をお祈りしたいと思います。